ビルヘルム10世、ビルヘルム・フォン・ヘッセン・カッセルは、ヘッセン選定効家の講師で、デンマークのコペンハーゲント特を務めた。ヘッセン・カッセルルン網白の称号を有し、ビルヘルム10世とも呼ばれる。ヘッセン・カッセルルン網白フリードリヒとその妻で、ナッサウジン元公カール・ビルヘルムの娘カロリーネ・ポリクセネの間の長男として生まれた。1837年に、父が死ぬと、 ビルヘルムは、ヘッセンカッセルルン砲クの称号を受け継ぎ、弟たちとの共同財産として、ルンペンハイム宮殿とその所領を相続した。父の遺言に従い、ビルヘルムは2年ごとにルンペンハイム砲白家の全船員が集まって、スポーツに興じる、ルンペンハイム一族の集いの日という行事を始めた。この行事は、ドイツ諸公の文化に過ぎない。 ヘッセンルン家が19.20世紀を通じて、ヨーロッパ昇華との通婚関係によって反映する上で重要な役割を果たした。ビルヘルムは最初、ヘッセン選定公領の不評大将軍を務めて、ヘッセン第二不評連隊を指揮したが、後にデンマーク軍で名誉的な将軍の地位を与えられ、コッペンハーゲント督を務めている。 1866年に選定校くらいを追われたジュ、老いのフリードリヒ・ビルヘルム一世は、帰遷結婚により、自分の息子たちに後を継がせられないため、文家であるビルヘルムの子孫が、ヘッセン・カッセル家の家督とヘッセン選定行為、請求者の地位を受け継いだ。1810年11月10日、コッペンハーゲンのアメリエンボを宮殿において、デンマーク王子フレゼリクの娘ルイーセシャロデと、結婚した。 妻の兄は、デンマーク王クリスチャン発生である。夫妻は間に6人の子女を設けた。ありがとうございます。